こんにちは、みなっちです。今日はニコンの D90 を紹介します。2008年発売、1230万画素の一眼レフカメラで、この個体はハードオフでなんと1080円で見つけてきました。左に D70 を並べました。 D70、D80、D90 という路線の一眼レフカメラで、ニコン D90 は D2 桁シリーズ最後のモデルになります。このカメラ2年以上前に買ったんですけど、 D90 が1080円は超ラッキーでした。もちろん1080円には理由があって、かなり程度は悪い個体で、とても動くとは思えなくて動作確認もできなかったんですけど、まあ、1080円で動いたらラッキーだなと思って買ってきました。まずこの部分なんですけど、このフラッシュのところからこの情報表示のパネルにかけて割れて隙間が空いてました。もうカメラの中の基板が見えるぐらいに隙間が空いていました。手でグイグイ押しても割れ目が塞がらないぐらいで、ちょっと瞬間接着剤じゃ難しそうだったんで、エポキシ系接着剤でブリッジするような形で接着しました。で、目立たなくするために接着剤の上から黒マジックを塗ってあります。ここは SD カードを入れる部分なんですけど、蓋が割れてどっかに行っちゃってます。よく蓋が閉まってないと動かなくなったりするスイッチがあったりするんですけど、その辺は問題がないみたいで、この状態で使えてます。まあ、8割方は動かないだろうなとは思ってたんですけど、 D70 で使ってたこの ENEL3E のバッテリーを、入れてみたところ、なんと電源が、こんな感じで入りました。すごい驚きました。やっぱりジャンクは見た目で判断しちゃダメだなと改めて思いました。もともと壊れてたのか、接着するときに壊しちゃったのかちょっとわかんないんですけど、フラッシュが上がりません。このボタンを押すとなんか上げようとしてる音は聞こえるんですけど、内蔵フラッシュがこうポップアップしてくれないです。液晶も傷だらけで、ここにも亀裂が入っています。もう2年以上使ってるんですけど、フラッシュ以外のところは問題なく使えてます。まあ、フラッシュいざとなればこの外付けフラッシュが使えるんでいいかなと思ってます。 AFS ニッコール18-200mm をつけました。めちゃめちゃかっこいいです。動作確認をしてみます。電源を入れます。シャッターをオンして撮影します。次に連写してみます。設定はハイスピードになっています。こんな感じになります。せっかくなんでイメージセンサーを見てみます。クリーニングミラーアップをやります。で、開始、シャッターボタンを押すと開始されるんで、この状態でシャッターを押します。するとイメージセンサーが、こんな感じです。電源を切ると、終了と。次にライブビュー撮影をしてみます。ライブビューはここの LV ボタンを押すとシャッターが上がって撮影できるようになります。シャッター半押して出します。さすがにライブビューだとオートフォーカスは遅めになります。私の場合、写真撮影でライブビューはほとんど使わないんですけど、ライブビューを使うのは動画撮影の時ですね。このライブビューの状態で十字キーの真ん中のボタンを押すことで動画の撮影が開始されます。で、また真ん中のボタンを押してあげると動画の撮影が終了になります。ということで、1080円で買ってきたボロボロジャンクの D90 だったんですけど、結局フラッシュ以外は正常に動作する個体でした。それでは作例を出していきます。ここに並べた4つのレンズで同じ場所から撮影してきました。左上が AF ニッコール3570の作例で、3月末やっと暖かくなってきた季節のすっきりした青空です。右上はタムロン2870の作例で、8月の曇り空です。左下はタムロン 70-300mm の作例で、9月末残暑が厳しい季節の作例です。右下はタムロン 28-200 の作例で、10月なんですけどホワイトバランスを日陰に設定してみました。季節やレンズによっていろんな表情が見れて面白いです。タムロンのレンズも全部ジャンクで買ってきたレンズなんですが、結構写りが良くて好きです。ただニコンのボディはニコンのレンズで撮影したいと思ってしまうんで、タムロンのレンズは出番が少ないです。次はここに並べた4本で焦点距離ごとの違いを比較してみます。
左上がニッコール35135で 60mm、 右上が AFS ニッコール18200で 95mm、 左下がニッコール QO と 135mm で 135mm、 右下がニッコール QO と 200mm で 200mm の作例です。望遠になるほど迫力が出るのと同時に電柱がうるさくなってきます。オールドレンズはやっぱり単焦点の方が当たりが多くて、ズームレンズは構造が複雑なのが原因かもしれないんですけど、外れレンズの可能性が高いように感じます。次にここに並べた4本で望遠撮影を比較します。左上から順番に AFS ニッコール 18200mm、 タムロン 28200mm、 タムロンの 28300mm、 タムロンの 70300mm です。上の段の2枚は 200mm、 1.5 倍で 300mm 相当なんですけど、タムロンの 200mm の方が望遠で、ニコンの 200mm は随分広いなぁと感じます。同じ焦点距離でもレンズによって違いがあるのが不思議です。下の段のタムロン同士を比較しても、右の 70-300mm の方が同じ 300mm でも望遠気味になっています。最後に高感度を見ていきます。左上から ISO 800、1600、3200、6400の作例です。拡大してみるとこんな感じ。ISO 1600までは十分に綺麗に見えます。感度は3分の1段ずつ設定できるんで、 ISO 1000とか1250あたりに抑えておくといいかもしれません。次に D70 と90の ISO 1600の比較がこちら。ノイズ比較のために同じレンズで同じ条件で撮影したんですが、かなり違う写真が出てきました。ノイズももちろんかなり改善されてるんですが、ノイズだけじゃなくていろいろ改善されていて、被写体は同じ F マウントの仲間、富士フィルムファインピックス S1 Pro なんですが、カメラとレンズの質感が D70 では正直伝わってこないんですけど、 D90 ではカメラの迫力とオールドレンズの感じがよく伝わってきます。次に動画の作例です。 AFS ニッコール 18200mm で撮影してきました。動画はサイズが 1280×720 で 24fps となっています。スペック的にはまだまだ過渡期なんですが、何よりまずはこの D2 桁シリーズで動画が撮れるようになったことが嬉しいです。ということで、ジャンク1080円で買ってきたニコンの D90 なんですけど、今回動画を作るために写真を整理していたら莫大な数の写真が出てきました。ちょっとその一部を紹介しながらまとめを話していきます。最初お店で見た時はほんとボコボコなカメラだったんですけど、ちゃんと動作する D90 を捨て値同然で手に入れることができてラッキーでした。よくどこで見つけるんですかとか、そんなに安いの見たことありませんといったコメントをいただくんですけど、みんな知識ジャンク探しのやり方をお伝えしておこうと思うんですが、私は42歳のおじさんなんで、生活習慣病とか気をつけ始めてまして、運動のためにマラソンしたり自転車をやるんですけど、ただマラソンをするんじゃなくて、マラソン多数ハードオフ巡り多数電車撮影、そんな感じにしています。例えば10キロコースでマラソンを走るとすると、ハードオフの A 点と B 点によって帰りに小田急線を撮影するといったルートにしてみたり、自転車で走る場合は少し遠くに行けるからハードオフの C 点によって田園都市線を撮影して家に帰るコースにしてみたり、マラソンや自転車で運動するたびにハードオフによって帰ってくる、そんな感じでジャンク品を探し回っています。毎回毎回いいジャンク品に出会えるわけはなくて、一眼レフのジャンクでしかも買っていいと思える商品なんて月に1回あるかないかなんで、気長に構えて探してます。ただハードオフに買い物に行くだけだと何も見つからない時に残念な気持ちになっちゃうんですけど、マラソンと電車撮影のついでに行けば買うものがなくても気にならないんで、もしジャンク遊びをやってみようと思っている人がいたら、気長に何度もお店に通える方法を探すのをおすすめします。頑張って通うのがいいジャンク品を買うコツだと思っています。今回 D90 の動画を作りましたが、ニコンの一眼レフは動画を作れば作るほど好きになります。ほんと不思議な魅力があって、今はすごいニコンのカメラとかレンズが欲しい気持ちになっています。今後は D4 桁シリーズが欲しいです。3000、5000、7000とシリーズありますが、4000以下の個体を探して回ろうと思っています。
やっぱり数をたくさん楽しみたいんで、ジャンクで探していきます。一眼レフの楽しみ方としては少々間違っているようにも思うんですが、たくさん使って比較できるのがジャンク遊びの良いところだと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。今後も一眼レフカメラの動画を作っていきます。よろしければまた見に来てください。チャンネル登録もお願いします。